BCC は一言で言うと、いや、とても贅沢な挑戦だと思います。そうですね、 JBCC は先に大学院に行っていた先輩がお声をかけていただいて、でたまたま国立にも行っていた松原さんと千代田にいる私がいますので、まあ、どちらの、学校もつなげるようなそういった橋渡しをしたいなと思って参加をいたしました。コロナで不安だった中で週1回2回皆さんと会って情報交換できるというのは一番良かったと思っています。まず本当に人の話を聞いてくれて、人の意見を否定しない方なので、多分みんないろんなことを言いやすいっていうのがまず一つ目にあって、富山さんのこととか多分すごい調べてるんですよ。なので JBCC 全体のことを多分理解されていて、初めに方向づけをしっかりとしてくれたんですね。だから私たちが多分こう頑張る方向が間違ってないようにしてくれていて、でさらにやる気もかなりあるリーダーだったので、すごい方向性と背中を押してくれるみたいなところは素晴らしいなというふうに思っています。そうですね、今現在は広報をやってるんですけども、まあ、社内とか社外のニュースがたくさん入ってくる中で、まあ、その背景がどうなってるのかっていうのを、まあ、以前よりはメカニズムとしてですね、見れるようになったのかなとは思ってます。はい、そうですね、初め JBCC っていうと大変すぎて自分じゃできないっていうふうに思われると思うんですけども、まあ、それ以上にですね、友達ができたりとか、いろんな他の大学の知り合いができたりとか、そういったメリットの方が非常に多いので、ぜひですね、早く参加を決めていただいて準備していただくのが良いと思います。橋渡しをしたいというところで、いろんな人と交流したいっていうのが目的でありましたので、 JBCC を通していろんな方と今交流ができてますので、目的は果たせたなと思ってます。